そう、童話ってあるじゃないですか。桃太郎とか浦島太郎とかね、 いろいろあると思うんですけども、やっぱ昔話って昔すぎたとイメージ湧きにくいじゃないですか。なんでやっぱ令和の時代にあったね昔話をね作ろうじゃないかということで、今日はねもう語彙力に自信があるこのね4名の方を呼びしたのでね、一緒にやっていきましょう。天空です。兜ともえでございます。小星夢香と申します。飯塚レオンです。今日はねこのイカれた芸人4人でやっていきます。皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。一番いい感じのやつが言ってるな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一番手の方からレア版のおむすび氷はじまり始まり始まり始まり。令和2年あるところにお金持ちのパパと JK がいました。パパはいつものように渋谷へスカウトに行きました。よっこいしょどっこいしょよっこいしょどっこいしょ。たくさんインスタを交換したのでお腹が空きました。さて JK が作ってくれたおむすびを食べようかの。やらしい。立て座ったところ、おむすびの包みからおむすびが一つ転がり落ちてしまいました。おむすびはコロコロコロリとバニラのトラックの後ろを転がっていきます。大事な JK のおむすび、もう待て。嬉しいすぎる。年のパパはおむすびを追いかけます。転がり続けたおむすびとビールは大きな工事現場の穴の中へ落ちて入っていきました。おじいさんは工事現場の穴を覗いていますが真っ暗でよく見えません。すると工事現場の穴の中から嬉しそうな声が聞こえてきました。おむすび、ビール、ありがてえ。驚いたおじいさんは残りのおむすびをまた穴の中に入れました。ありがてえ、ありがてえ、犯罪的だ。工事現場の中からさらに楽しそうな声が聞こえてきます。工事現場の穴の中にの声が気になったおじいさんは工事現場の穴の中に入ってみることにしました。えいと、おじいさんは穴の中という世の中をコロコロコロリと転がり落ちていきました。心の穴の底にはたくさんのアンチが住んでいました。アンチたちはおじいさんが落とした信じる心を美味しそうに食べていました。おじいさん、優しい心をありがとうとアンチたちが言いました。そうかそうか、喜んでくれて嬉しいよ。それからおじいさんは毎日飯テロツイートを穴に落としてあげました。飯テロ飯テロ嬉しいな、飯テロ飯テロ嬉しいな。おじいさんは毎日千葉じゃない東京の夢の国で楽しそうな声を聞いていました。ある日スタッフたちの代表ネズミの耳のおなじみの人が事務所から出てきておじいさんに言いました。おじいさん、いつもチップありがとう。俺にこの箱を差し上げます。ネズミさんありがとう。おじいさんは箱を持って家に帰りました。家で箱を開けてみると箱の中には年末優待券フリーパスが入っていました。そこからおじいさんとおばあさんは人生の夢だった年末の夢の国を堪能するのでした。めでたしめでたし、なんか羨ましいな。めでたしめでたいな。テレビーセクシー、またねー、バイバーイ。またねー、またありまーす。ありがとうございます。バイバーイ。昔々あるところに VTuber がいたよ。